前なんかグリコは言うべきでしょう。グリコってあれな、群馬県民にとって大きい存在。私だって東京行ってこれやりましたもん、こうやってイエーイとか。あ、間違えた、大阪大阪。今のグリコ、あ、それグリコなん。え、なんで俺全然気づかへんかった。私必死でやってたのに、あなたがこの人は友達じゃないみたいなこと言われて、すごい、何してるんだろうと思って。いやいやいや、嘘でしょ、もう助け船の。そうやね。ああ、ショック。ごめん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。あ、すいません、お名前は、お名前。お名前は木村仁です、はい、あ、木村仁。いいとこ行ったらいいんですか。そうね、僕のホームタウンなんですけど。僕のホームタウン、ホームタウンってどこなの。僕のホームタウンは四条畷市。どこそれ、大阪。大阪市。あ、大阪で。大阪を売り出せばよかったんですか。うん、大阪は、大阪はいっぱいあるよ。私、熊のことしか知らないんで。あ、そうか。そうだよ、だ、日本文化とか言われても大阪のいいところをどんどん発信すればいいのよ。あ、了解、あ、了解です。了解です。はい、そう、はい、いっぱいあるんじゃない。何、大阪の、大阪のいいところですか。うん、大阪のいいところは、まあ、都会ですね。都会だね。人が面白い。いや、もう、あのね、関東の人とかに比べるとみんな面白い。おばちゃん面白い、めっちゃ。おばちゃん電車に乗ってると雨降れるよ、必ず。おばちゃん欲しい。ナチフロアメが基本だけど。面白い。あと何なの。USJ。そう、USJ か。USJ か。行きました、行きました、行きました。行ったか。恐竜のやつ。ジュラシック。あ、そう、それめっちゃ面白かった。なんか漫才コンビみたいな、二人。ああ、映ってるよ、もちろん。あ、お好み焼きとたこ焼き。あ、お好み焼きとたこ焼き、そう。美味しい、本当に美味しい。いや、作れるから俺。あ、マジで。作れますよ。あ、すごいね。うん。あの、キムチとチーズを入れるのが美味しいですよ。あれさ、なんか一家に一台たこ焼き器あるって言うけど、あれ本当なの。あれありますね。作れます、たこ焼き。いや、作れる。言うたや。言うたや、お好み焼き。お好み焼きを作るの誰でも作れるでしょ。たこ焼きくるくるできますよ。おー、すごいね。いや、すごくないですよ。関西人ならできて当たり前です。あ、それは当たり前なんだ。ドヤ顔、ドヤ顔。うすい、これうすい。あー、わかりました。はい、じゃあ、まあ、日本文化、まあ、日本文化って言っても、まあ、じゃあ大阪ですね。大阪文化はまあ素晴らしいってことやね。うん、あ、まあそうですね。日本の中でも素晴らしい。うん、負けましたわ、群馬よりは素晴らしいかな。それな、それな。わかる。ちょっと対抗してる。そうや。いや、群馬言うて温泉ありますからね。あ、いや、大阪にも温泉あります。ありますよ。ありますか。ありますよ。あ、いや、こんにゃく、こんにゃく美味しいね。群馬、あ、知ってます。そうなんですよ。小学校の時あとネギとかキャベツとか有名。あと富士重工、あ、スバルの会社あります。スバル作ってます。レガシー、あなたのレガシー作ってますよ。ね、そんな、なんかさ面白い、なんか収集つかなくなってきたね。まあ、ではそういうことでさよなら。